僕の持ち味をもう存分に活かせるって言ったらやっぱり 3×3 なのかなっていうふうに自分で思ったんで、なのでちょっと 3×3 でオリンピック目指そうという気持ちになりました。まあ、僕のトゲは何だったのって時に皆さんに聞くとダンクシュートじゃないって言ってくれるんで、チャンスがあれば狙っていこうかなって考えてる。嬉しくもあったんですけど、そこには負けたくないっていう気持ちがやっぱあるんで、オリンピックは自分も出たいなっていう気持ちが。過去に出場した時は楽しかったんで、そういう楽しい経験をしてもらいたいなっていうのがすごく。支えないといけない立場なんですけど、まあ、常に支えられてるなっていう感じですね。結局助けてくれるのは奥さんなんで、その部分ではやっぱ、心強い味方というか。頑張った結果、どっちに転んでも本当に自分が持てるものすべてを置いてきて、まあ、出た結果を、信じようかなって思ってます。